皆様こんにちは。本日はカリフォルニアワイン協会主催ウェビナーシリーズ Behind the Wines ワインの裏側へようこそ。このウェビナーは4月初旬より毎週開催しており、ホストのイレン・チューカン・ブラウンがカリフォルニアを代表するワインメーカーたちと会話をしながら、カリフォルニアワインの魅力やニュースを世界中のワイン愛好家の皆様へお届けしています。本日は日本特別編として、フリーマンファミリービンヤード&ワイナリーよりアキコ・フリーマンさんをお迎えし開催いたします。ウェビナー開催にあたり、皆様へお願いしたいことがいくつかございます。まずはじめに、皆様の音声はミュートであることをご確認ください。またウェビナー中は画面下にあります2つのコミュニケーションツールを使うことができます。一つはチャットセクション、もう一つは Q&A セクションです。チャットセクションでは、全参加者の皆様とコミュニケーションすることができますので、お気軽にお使いください。なお、チャット右横にあります、矢の部分をクリックいただき、ポストとパブリックをお選びいただいた上で書き込みください。また、Q&A セクションは、イレイン、またはアキコさんへ向けた、特定のご質問がある際にお使いください。なお、ご質問への回答はウェビナー中にお答えできるよう最善を尽くしますが、お答えできなかった分につきましては後日全参加者の皆様へ E メールにて回答いたします。それではホストのイレインをご紹介しましょう。ワインライターおよびエデュケーターのイレイン・チューカン・ブラウンはジャンシス・ロビンソン.comへアメリカ合衆国の専門家として執筆しており、ワイン&スピリッツ誌や著名な出版物に寄稿しています。また、世界のワイン図鑑の第8版、そして近年賞を受けましたオックスフォードワイン辞典の第4版についても貢献しています。現在、イレインはカリフォルニアワイン協会のグローバルエディケーターとして、またカリフォルニアワインの専門家としてカリフォルニアを訪問する世界中のトレードたち向け、および世界各国で開催するカリフォルニアワイン協会の活動を通してマスタークラスを展開しています。続いてゲストのアキコ・フリーマンさんをご紹介します。アキコさんはフリーマン・ビンヤード&ワイナリーのオーナー、ワイナリーオーナーであり、ワインメーカーです。現在カリフォルニアでワイナリーと畑を所有する唯一の日本人オーナー及び女性醸造家として、つつましく切れ味のある高品質ワインを作り続けています。アキコさんは著名のコンサルタントワインメーカーのエド・カーツマン氏のもとで、アシスタントワインメーカーとしてワイン作りを学び、2009年よりフリーマンの醸造責任者として今日に至ります。2015年4月、安倍晋三首相を招いて行われたバラク・オバマ元大統領のホワイトハウス公式晩餐会に2013年ヴィンテージの涼風シャルドネが供され、一躍脚光を浴びました。それではこれよりバトンをカリフォルニアのイレーンとアキコさんにお渡しします。通訳はカリフォルニアワインのスペシャリストであり、カリフォルニアワイン専門店イルド・コリンヌを経営する山本かなさんです。So, Elaine, thank you for waiting. I'm going to turn this over to you and Akiko now. Thank you so very much. ありがとうございます。It is an incredible honor to be asked to be with all of you here today in Japan. I'm so very grateful for the invitation.And I'm incredibly grateful to Kana being with us here today to help me communicate.And to Akiko for agreeing to speak with us today. 今日はこんな素晴らしい機会を日本に向けて配信できること本当に嬉しく思っています。そして私たちと一緒にお仕事させていただくこと、そしてアキコさん、今日は本当にありがとうございます。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。I'm incredibly moved to see so very many people calling in this morning to be part of this special webinar. But I would also like to thank so many of you for joining us in the
other, in the main series that's been happening from California, which is in the middle of the night for all of you. 私は今日ですね、たくさんの方がまあ、申し込みをいただいて、とても嬉しく思っているんですけれども、メインシリーズの方ですね、カリフォルニアで配信している方、日本では夜中だと思うんですけれども、こちらにも日本からたくさんの方が、参加してくださって本当に嬉しく思っています。Thank you. Now, to have Akiko Freeman here to speak with us is very special. Madoka described, she is leading the vineyard work as well as the winemaking in a very unique part of California. 今日はキコ・フリーマンさんがスペシャルゲストとしてこちらに来てくださっているわけですけれども、マドカさんが紹介してくださった通り、彼女はですね、もう畑仕事からそして醸造に至るまで、そういったもう素晴らしい生産者ということで、カリフォルニアではそれはとても貴重なんですね。And so, Akiko, I was hoping you could tell us about the area that you're in, and in a moment we can look at a map to get a better understanding of that as well. それではですね、地図を見ながら皆さんとにご紹介していきたいと思っているんですけれども。はい、私たちがワインを作っておりますのは、この新しくABA になろうとしているウエストソノマコーストなんですね。で、これは太平洋からとても近い、そしてこう標高の高い山の上にあるところで、なかなかこう畑を切り開いてブドウを作るのは大変なエリアなんですけれども、それでも、本当に美味しいブドウがそこでできるということで、なかなか最近ではそのあたりを一生懸命こうブドウ畑を作ってワインを作ろうとしている方たちがあります。That is very good. Now, if we could look at the map, we can help understand where in California we're located. And I would like... Excuse me. それ地図を見ながらね、説明させていただこうかと思います。失礼しました。Now, you can see this map is a map, very basic, just to show all of California. And the square, the black square there on the left, shows that we're going to zoom in to this very special part of California.Which is the Sonoma Coast, right against the Pacific. この地図の中の黒い四角の中ですね、ここをまあズームアップしていくわけですけれども、こちらを地図で見ていただきましょう。As Akiko described, the area that we're going to talk about today is very close to the ocean, and you can see the proposed AVA, where it will become an AVA, is there in outlined in red, West Sonoma Coast.で特にですね、今ズームアップしたところがですね、ソノマコーストと呼ばれる太平洋に近い部分なんですけれども、これがですね、今実はこの赤い線で囲まれているところ、これがウェストソノマコースト AVA として、今現在申請中でございまして、もうすぐですね、申請も許可されるところにまで来ているんですね。You can see though that the proposed AVA, West Sonoma Coast, also falls within Sonoma Coast AVA.And is very close to Russian River AVA. そしてこのですね、今申請中のウェストソノマコースト AVA というのは、このソノマコースト AVA の中に包括されているように、位置していまして、そしてロシアンリバーバレーの、すぐ脇にまで、位置しているところになっています。Also, please notice that within the Russian River AVA, there is a very small area called Green Valley of Russian River AVA.そしてですね、ちょっと見ていただきたいんですけれども、ロシアンリバーバレー AVA の中には、この小さなグリーンバレーオブロシアンリバーバレー AVA というのが存在するんです。You can also notice in this map, there's a lot of texture through the whole area, and that is because Green Valley AVA and West Sonoma Coast AVA are hugged into the mountains on the coast of California.そしてですね、まあ、このエリアなんですけれども、ロシアンリバーバレー AVA、まあ、もちろんグリーンバレーもそうですけれども、ウェストソノマコースト AVA 申請中ですけれども、こちらというのはどちらかというとですね、まあ、山とそれから海に囲まれた、そういった影響のあるエリアということが言えます。Now, Akiko, can you talk to us about what drew you to this area and what makes this area special to you for growing and making wine?それではアキコさんに少しお話ししていただきたいんですけれども、このエリアについてどんな特徴があったり、どういったワインの特徴が出てきたりということがありますでしょうか。はい、ありがとうございます。私たちがこう最初にこのワインを作ろうと思ったときに、
あのとてもこうエレガントなワインを作りたいっていうふうに思ったんですね。でそういうエレガントなワインが作れる場所はどこだろうということで3年間ぐらいこのカリフォルニアの北のあたりを車で走りまして、いろんな畑を見て、いろんなワインメーカーさんにお会いして、そしてお話を聞いて、そしてこの海側の冷涼な地域がやっぱりこの最高のピノノワールを育てるのにはいいだろうっていうことになりまして、で2001年に土地を買って、それからワイナリーを始めたわけなんですね。であのこのウエストソノマコーストっていうのはもう10年ぐらい前なんですが、6社のワイナリーで、あのこの辺りでこのワインを作ってるワイナリーが、うん、あの集まって、でソノマコーストというのは非常にこの大きいんですね。で最初にこのカリフォルニアの中で ABA が決まっていったのはロシアンリバーとかもっと別の地域で、でそこに入らなかった他のエリアというのをこの全部ソノマコーストって呼ぶことにしてしまったんです。でそのためにこの海に近いところもあれば、海に近い私たちがこうブドウを作っているあたりというのはだいたい海からそうですね、まあ、15キロ以内ぐらいのところなんですが、海からこう50キロぐらい内陸に入った中の方でもやっぱりソノマコーストという地域になってしまう。でそういうところではこの1エーカーという、1エーカーというのは 0.4 ヘクタールぐらいですね。であの内陸の方では5トンぐらい、5トンから6トンぐらいピノノワールのブドウが取れるんですね。で私たちの地域というのは涼しいですし、険しい山もありますし、あの1エーカーという土地からだいたい2トンぐらいしかブドウが取れない。でそのすごく大変なこの作業をして農業でブドウを作っているのに、うん、その内陸でこうたくさん作れる人たちと味も違うし、この仕事の量も違うっていうんですか、そういう機械なんかでできないので作業ですし、そういうことを全部一緒にして呼んでほしくないなというそういう思いがあって、で特に私たちのあたりはこの非常にこう高い山なんですけど、これは海から来たこのパシフィックのプレートと内陸から来たこの土地がこう断層がぶつかってものすごい険しい山ができてるんですね。でそのためにこの土の種類っていうのも非常に複雑で、このいろんなものが混じった複雑な土があって、でそれがまたこのブドウの味に影響してくる、そういうこともあって、でそれを全部この含めて私たちは違うということが言いたくって、でウエストソノマコーストという ABA を作ろうということになったんです。で今ではだいたい25社ぐらいですか、小さなワイナリーたちばかりですけれどもが集まって、このウエストソノマコーストの動きというのがあります。 Yes, so I would like to highlight something you said when you started and came toplant vineyards and start your winery in this area. There were very few wineries so far west. そうですね。それでは、まあ、あのそうですよね。まあ、あの、あきこさんがスタートされた時というのは本当にワイナリーがとてもですね、少なかったということですよね。そうですね。もう20年近く前になりますので、それからどんどん新しい形が出てらして。Yes.So there are some questions about the ABA. So Katie, if we could look at the map that shows the vineyards as well, we can also begin to talk about the wine and answer questions at the same time. So, and actually, I'm sorry, if you could go back one slide. ちょっと地図を戻していただけますか?というふうに。Oh, this is good. This is, yeah. Okay, so,So if we look at this map to clarify questions about the AVAs, the blue, line outlines the Sonoma Coast AVA. この青い線ですね、これがもう全てがソノマコースト AVA として包括されているエリアとなっているんですけれども。そうですね、あのロシアンリバーと呼ばれている地域もこのソノマコーストに入っちゃったりしているんですね。Yes, so these AVAs overlap Russian River Valley and Sonoma Coast.
でやっぱりそれが、ソノマコースト FA の中にもロシアンリバーバレーがあるということで包括されているということで言うとオーバーラップしているわけですよね。その通りですね。 Yes, but then you'll notice within Russian River Valley AVA, there's a smaller AVA, Green Valley of Russian River Valley AVA. そしてロシアンリバーバレー AVA の中にさらにですね、グリーンバレーオブロシアンリバーバレー AVA というのが、重なっているということになるわけですけれどもね。And then in outlined in red,is a proposed AVA that we expect to be approved anytime, but we don't know when because the government is partially shut down right now. で、今この赤い線で囲まれている部分がウェストソノマコースト AVA という今現在申請中で、もう本当にですね、すぐにでももう許可が下りるところまで来ているんですが、今残念ながら政府がですね、ちょっとこうシャットダウンの、仕事が一旦中断していることもありまして、待っている状態になっています。So to clarify how AVA law works in the United States, which might clear up confusion, it used to be AVAs could overlap, but the law changed about 5 years ago, and now an AVA can be within another one, but not overlap the boundary.で、今ですね、今のところというか、今までの、その AVA の法律というのはですね、ちょっとこう、混乱してしまうわけですけれども、5年前に変わったんですが、今まではオーバーラップしてもいい、重なってもいいというふうな AVA の申請の仕方ができたんですけれども、今はですね、そうではなくて、別のところにきちんとこう囲っていくということが変わったわけです。So, to answer another question, when producers apply for an AVA, there must be one main person submitting the application, but usually groups collaborate together. So, Akiko, you mentioned that there are quite a few producers now collaborating to try to promote West Sonoma Coast into an official AVA. Akiko-san, 今までだいたいですね、AVA を申請するときというのは、一人の代表者の方が、するか、それか、ですね、グループで一緒に、やられるということは聞いてるんですけど、秋子さんのところはどうでしたか？そうですね、発起人は6つのワイナリーなんですが、今、先ほど申し上げた通り、25のワイナリーがグループになって、この新しいウエストソノマコーストという AVA を作ってほしいというふうにお願いしてます。That's great. So if we could go to the next map.This map, if you look closely, tells us where the vineyards are located in relation to the different AVAs we just described. で、この次の地図なんですけれども、もう少しですね、分かりやすくこう、見えるようにした地図なんですけれども、どのようになっているかですけれども。And so, we're going to begin by talking about the different parts of the, Western Sonoma area, but in relation to Akiko's wines.So if you look closely at this map, you'll see where Yuki Vineyard is located, near the town of Occidental. で、この地図を見ていただくとですね、このアキコさんのところの畑、場所がどこにあるかというのがよくわかると思います。まずですね、ユキビンヤードが、このオキシデンタルという町の近くにあるのがわかるかと思います。And you'll notice that it is, situated very much inside the mountains of theCoastal, Sonoma Range. で、太平洋に近いところであるにもかかわらず、山に囲まれているというのがこれでよくわかると思います。But now, not very far from it, you'll notice there's Freeman Gloria Vineyard. And... でもその近くに、フリーマンのグロリアビンヤードがあるのがわかると思います。And the, while these vineyards are very close together,both of them are.Freeman Vineyards. One is Yuki Vineyard near Occidental, the other is Gloria Vineyard, and they're in two different AVAs. Gloria Vineyard is within Green Valley of Russian River Valley, and Yuki Vineyard is within the proposed West Sonoma Coast.でこのですね、ユキ、ビンヤードとそれから、グロリアビンヤード2つとても近いんですけれども、2つの異なった AVA、1つユキ、ビンヤードは、ウェストソノマコースト AVA ですね、申請中ですけれども、それとグロリアビンヤードは、グリーンバレーに属していることがわかると思います。You'll notice that it is, Gloria Vineyard is not, it is on the edge of the mountains rather than right inside them as Yuki Vineyard.そしてですね、両方ともですけれども、結構橋の方ですね、そのラインの端に存在していることがわかると思います。
Akiko, so let's begin talking about your Yuki Estate Pinot as well as your Glory Estate Pinot. And could you tell us about the two wines and the vineyards, the difference in the growing conditions? それではこの2つの畑の違いやワインについて、あきこさんにね、お話伺いたいと思います。はい、それでは有機ビニヤードですね。で、有機ビニヤードはこのオクシデンタルというところにあるんですけれども、これは標高の高い山の上にあります。で、非常にこう風の強い海からだいたい7キロぐらいの風の強いところなのですが、幸いに非常に大きなレッドウッドの木の森に囲まれているんですね。で、そのためにウエストソノマコーストというところはたくさんこうブドウが取れないのことが多いんですけれども、比較的安定してブドウをちゃんとこの実を供給してくれる畑です。で、とてもこう高いところからこう斜面になってまして、厳しい20度ぐらいのスロープ、とても厳しいところなんですね。で、ソノマ郡は、10年ぐらい前にそういうこの厳しいところに、厳しいこの坂になっているところにブドウを植えてはいけないという規則を作ったんですが、その前にこう植えましたので、もう植えちゃったものはしょうがないっていう感じでその許可されています。で、こちらは土っていうのはサンフランシスカンコンプレックスと呼ばれている、もういろんなこう土が混じり合ってるんですね。で、特にこの海が盛り上がってできたところもあるので、海の底にあるような砂ですとか、それから粘土質のものからもともとあった火山溶岩のようなものですとか、そういうものが混じり合って、で、その場所はその場所でこういろいろ違う土が一つの畑の中にあるようですね。 And the yields are very low in the Yuki, yes?そして、とても収量が低いと思うんですけれども、そうですよね。はい、1エーカーという土地から、2トンブドウが取れたら、とてもこう嬉しくなっちゃうような、なかなか収量の少ないところです。Yes! Could we go ahead and see the map again as we're speaking? Some people are asking to see it.Thank you. So again, the first wine is from Yuki Vineyard. They're near Occidental. Yuki Vineyard は Occidental の町の、ね、近くにあるわけですけれども。はい、そうですね。で、海に近いこともあって、この香りとして塩の感じを感じるっておっしゃる方もありますし、このもうちょっとこのローストしたお茶のような感じですとか、私は個人的にはこのだし昆布で取ったこの昆布だしのうまみのようなものがあるワインだと思ってます。非常にこのお醤油系のものに合いそうなワインですね。Yes. Well, and you and I were speaking earlier about how nicely these wines go with salmon. And I think, very lightly,cooked salmon with a little bit of soy sauce is perfect for this first wine. このセッションの前に少しお話ししましたけれども、あきこさん、サーモンにね、とても合うという話しましたよね。少しだけ、火を通して、そしてお醤油と合わせると美味しいっていう話を先ほどしました。はい、私個人にはこのネギ味噌を作って、でサーモンの上に乗せて、それでこのオーブンでローストしたりするのをよくやってます。Yes.It's delicious. So Akiko and I, when we first met, spent a lot of time talking about seafood. As Hiro and Madoka asked me to let everyone know, I grew up commercial fishing for salmon in Alaska. And Akiko and I actually grew up eating many of the same foods. あきこさんとね、初めて会った時というのは、もうたくさんですね、結構こう、シーフードの、ね、魚介類のですね、お料理のお話もたくさんしましたよね。で、私自身ですね、この仕事の前というのは、商業的にですね、サーモンに携わる仕事をしておりまして、アラスカのですね、そういったこともあって、共通な、食べ物、よくね、食べましたねということをお話ししましたね。そうですね。
for me, the yuki especially is so perfect for, like you said, the miso, the green onion, and the lightly cooked salmon, because it's so much about that savory quality, the umami, and the dashi, as you mentioned. Such a beautiful wine for a meal in that way. 確かにですね、ユーキービンヤードのピノノワールというのは、まあ、先ほどヤキコさん、ネギ味噌に合うというふうに、ネギ味噌を、つけたサーモンに合うというふうにおっしゃいましたけれども、すごくうまみがたくさんね、ある、そして、まあ、だし系ですよね、そういったこう味わいのピノノワール、そしてその味わいの、するお料理にマッチするというのは、本当に理にかなっているなと思います。ありがとうございます。One, something to clarify too about the area that Yuki Vineyard sits in is thatThe steep slopes really limit where you can plant. And someone was asking if it's because of labor restrictions, but it's so steep you can't walk on the slopes. But this also limits the yield for property, and it creates incredible intensity of flavor in the wine.で、先ほどちょっと質問なんですけれども、急斜面にね、まあ、植えられないというか、植えてはいけないということは、まあ、労働的な、ところと観点と、それからですね、まあ、とても仕事をする自体も難しいということ、そして、そういうふうなお話ありましたけれども、そういった質問があるんですけれども、まあ、でも、こう、収量がすごく少ないことによる、その味わいがすごく凝縮感があるというのもあるんですよね。そうですね。はい。それから、あとその他にも理由っていうのはあるんでしょうか。まあ、だいたいこの辺りっていうのは非常にそういう厳しいスロープがあるところっていうのは山なんですよね。でそこをこれから畑にする場合っていうのはだいたいこう森みたいに木が生えてますので、その木を全部切らないといけないっていうことがあって、で切ってしまうとこのブドウを植えても根がしっかり張ってくるまでに大雨なんかが降るとこう土砂崩れになったりすることが多いんですね。でそういうことを防ぐために木を切ってはいけないということがまず大事 で、で特にレッドウッド、この辺りにあるレッドウッドの木というのは、yes. 今保護されてますので、そういう意味でこのブドウ畑にしにくいということになってます。 And the Yuki Vineyard is on the eastern slope of the coastal mountains, yes? そうです。ユーキーのビンヤードというのは、まあ、東斜面にあるっていうことに間違いないですか？そうですね、はい。でどうしてここにそう植えられたのかっていうのの一つが、私たちが持っているのは50エーカーぐらいの土地なんですけれども、その中の18エーカーが1860年代にこの放牧、羊を育てていたところで、もうその森が切り開かれていたんですね。で、新たに木を切らなくていいということで、この畑の許可が簡単に下りたところなんです。Right, so the areas that you planted were already clear from agriculture. そう。それでは、まあ、このね、まあ、エリアに関して言うと、もう本当に農業的にすぐにもうできるような状態であったということですね。そうですね、はい。Yes.So let's go ahead and start looking at the second wine, the Gloria Estate as well. それではグロリアエステートの、ワインについてお話ししましょうか。はい。グロリアというのは、私たちのワイナリーがあるところの、グリーンバレー、ロシアンリバーの中にあるサブアペレーションでグリーンバレーですね。で、そこにある畑なんですけれども、こちらは有機の畑がこう標高が、900フィートぐらいのところだったんですが、こちらは400フィートぐらい、こう内陸に入ってきて少しこの山から降りてくるという形ですね。で、まあ、もうちょっと内陸って言ってもこの海から15キロぐらいなので、そんなに離れてるわけではないんですけれども、この日照時間が、まあ、霧が出てきて晴れていく、で海の方からこう霧がだんだん入ってくるんですけれども、霧が入ってくるのも有機よりも遅いし、晴れていくのが先に早いので、だいたい有機の畑とグロリアの畑では日照時間が1日で 1,2 時間違います。なのでしっかりこう太陽を浴びて育ったブドウたちですね。そういう意味では、そういう意味の becauseThere is very much more fog in Gloria. It's because it's lower elevation.
than Yuki, yes? フロリアの方があれですよね、あの霧がやっぱりこう長く覆ってるってことでしょうか。いや、あのそうではなくて、霧の出方はあの海側よりは多くないので、グロリアの方がこうしっかり日が当たるっていう感じです。うん。I see. So, and so Yuki Vineyard is not above the fog line. Yuki Vineyard は、fog line って霧の線の上ですか下ですかね。あのちょうど霧が出るあたりなんですね。ですからあの、yes. かぶったりかぶらなかったりという感じです。Yes, great. So I love to see these wines side by side. They're both incredibly elegant and very energetic with very long finish. But the Gloria has just a little more fruit compared to the just a little more savory of the Yuki.これね、2つ、両方私今試飲させていただいているんですけれども、両方とも本当にエレガントで、とてもエネルギーを感じるようなワインだと思うんですね。とてもですね、すごくこう、まあ、旨味を感じるわけですけれども、グロリアの方がより少し、果実味が豊かで、そして、より旨味を感じるような気がするんですけれども、どうでしょうか。ありがとうございます。そうですね、グロリアの方がこう赤いフルーツ感っていうのがありますし、それからこのバッグにちょっとこのみかんの皮をこの剥き始めた時にふわっと広がるこのオレンジ系の香りっていうのがとても特徴的なあのワインになります。What is your favorite pairing with this wine? このワインとはどういったお料理がお好きですか、キコさん。そうですね。あのサーモンだとまたこのローストしたサーモンの上にこの赤いオリーブ、なんか黒いオリーブのタプナードをかけたりとか。そういうのが合うかなと思いますけれども。It's wonderful. So the as you get further inland, temperatures tend to be warmer, and it's easier to get much bigger, fuller wines in the mouth. So Pinot becomes much more about fruit as one goes further inland. Whereas these wines, there's so much restraint and focus that they're perfect for salmon in all kinds of ways or seafood in all kinds of ways.そうですよ。いいですね。まあ、内陸にでも行けば行くほどやっぱり暖かくなるというのは事実で、そうするとですね、やっぱり果実味すごく豊かになると思うんですけれども、特にピノノワールはフルーツ感がすごく出ると思うんですね。けれども、この、ワインに関して言うと、すごくフォーカスされていて、そして、ね、少し抑制の効いたような、そういったピノノワールと感じるので、そういった意味では、まあ、サーモンとか、そういった魚介類にもまだやっぱりいろんな食事にも合うんだなというふうに思います。そうですね、特にこのグリーンバレーというのはロシアンリバーバレーの中でこう中に入っているんですけれども、他のロシアンリバーバレーのところよりは非常にこう冷涼な地域だということで、もともとそのグリーンバレーでいた方たちが、うん、私たちは普通のロシアンリバーとはちょっと違うんだということで名乗り始めたので、今このウエストソノマコーストには入っていないんですが、それに近いぐらいやはりこう涼しくて、ブドウ作りにはピノノワ作りにはいいところになってます。And the goal is eventually to make Green Valley part of West Sonoma Coast. まあゴールは、まあ、目的というかですね、最終的な、まあ、目的というのはグリーンバレーオブロシアンリバーバレーも、ウエストソノマコーストに入れたいというふうにお考えですか？そうですね。5年ぐらい前からこのオーバーラップができなくなってきましたので、でグリーンバレーはもうロシアンリバーバレーに入っちゃっているので、とりあえずはそこもっていうふうには言えないんですが、一度この、ウエストソノマコーストの AB が認定された後で、今度新たに実はこっちも欲しいんだというふうに取りに行こうというふうに私たちは思ってます。 YesBut you must go to everyone in Green Valley and get them to agree, yes? それです、まあ、そうなるとですね、グリーンバレー中の皆さん、生産者さんたちが全員が、まあ、賛成しないとダメなんですよね。そうですね。ですから、説得に回らないとですけれども。So let's go ahead and look at the map while we look at Akiko's cuvée. And this is a very special wine because it includes both vineyards.
では、その次ですね、秋コズキュベを今日は、特別にまた用意しているんですけれども、こちらはですね、両方の、いいとこを取っているような、そういったワインになるんですけど、秋子さんどうでしょう。Now, Akiko, can you tell us when you planted both each vineyard? あ、そうですね、秋子さん、それぞれの、畑 の, はの樹齢ですね、樹齢というか、いつ植えたか教えていただけますか。はい、最初に植えたのがグロリアの畑で、こちらは2006年に植えてます。で、その翌年、2007年に有機の畑を植えました。So very similar vine age, very similar mix of plant material. But now you combine them, the different growing conditions we already discussed, you now bring them together in Akiko's cuvée. Could you tell us how you do that?まあ、ということはですね、まあ、両方ともあの、まあ、近しい樹齢だし、まあ、似たようなエリアだということは言えるけれども、それでもまあ先ほどおっしゃったように違う特徴のものというのは分かっているんですけれども、これを合わせることによって、ブレンドすることによってどういったワインを表現したかったんでしょうか。教えてください。はい。まあ、グロニアの畑も有機の畑もピノノワールが植わっているんですが、ピノノワールの中でもこういくつか違うクローンって呼ばれてるものを植えてるんですね。で、クローンっていうのはご存じない方には簡単に言うとこの家族の中の兄弟のようなもので、でお兄さんと弟ってこう性格が違うように、yes. クローンずつなんかそれぞれこう性格が違ってこの育てやすい土地なんか涼しより涼しいところが好きなクローンもあればちょっとあったかいところが好きなクローンもあってでクローンによってはとっても華やかなお花の香りが出るものもありますしもっとこう地味でこうしっかりこうなんていうんですか骨格のあるものがあったりとか、うん、いろいろあるんですねでその私たちはこの畑別ごとにまたクローン別ごとにブドウを収穫して別々にこう発酵してで別々にまたこうフランスからのオークダルに入れてエイジングしてるんですがこのオークダルっていうのも5社ぐらいフランスの樽のメーカーさんで違うところから買ってるんですねでその同じ樽でもこう違う会社が作るとそれぞれ癖が違うので同じワインをこう違う樽に入れてエイジングするとこのエイジングした後このその樽の癖を受けて結構こう味が変わってくるんですね樽の力恐るべしっていう感じなんですけれどもでそれをいろんなこう樽でいろんなクローンでいろんな畑で違うものができたところで私と私のチームで一つ一つこう全部味見をしてで樽選別だいたい15から20樽ぐらいその年の一番出来のいいものを選んででその年のエッセンスっていうんですかそういうものを表現するワインを作ろうということで始まったのがこの秋子スキベなんですね。The best essence of the year from both vineyards. Yes. それいいですね。ベストなものをすべて入れ込んだということですよね。そうですね。はい。It's a very special wine because it really brings together that structure that I feel in Yuki, but then with theRed fruit and the umami dashi together in one wine. とてもスペシャルなワインだなと思います。ストラクチャーですね。骨格自体は有機から来ているのかなというふうに思うんですけれども、赤系の果実、そしてうまみのような、だしのような、そういったものも加わって素晴らしいワインだと思います。ありがとうございます。両方のいいとこ取りですね。Yes. Now, and what do you prefer to enjoy this wine with in terms of food?どんなものと合わせますか、お料理。すみません。そうですね、割とこうしっかりしてるワインで、しっかり酸があるので、この油の強いものでもしっかりその油を切っていくっていうんですか、うん、ことができるので、この和牛のステーキでも合いますし、うん、ラムチョップでも美味しいですし、意外とこのチョコレートに合わせていただいて、チョコレートケーキと合わせていただいても美味しいです。Yeah. My, favorite omakase restaurant is in Sausalito, and they'll, on a very good day, they have wagyu just slightly seared, and it would be perfect with this wagyu sashimi. 私の大好きなね、
おまかせ、レストランとながってです、ね、サウサリートにあるんですけれども、そこで出されるですね、和牛のすごい薄い薄切りの和牛を出していただくことがあるんですけど、これと合うんだろうなというふうに思います。あ、それいいですね。私もぜひ今度行ってみたいです。Yes, yes, well, when we can go to restaurants again, we'll go do that、ぜひぜひ一緒に行きましょう。ぜひお願いします。One of the things that's very special I think about this webinar with you, Kiko, is、we wanted to talk about the region as a whole. So instead of only talking about Freeman wine,、you also、included two other producers, one wine from each. Could you tell us about those and what made you select them?まあ、この特別な、まあ、ウェビナーとしてですね、私たち今日ですね、もちろんあの秋子さんに、フォーカスしてお話しいただいているんですけれども、さらにですね、このウェストソノマコースト AVA の中から2つの、ワイナリーにを、まあ、あの選んでですね、秋子さんに、ワインを選んでもらったわけですけれども、それについてちょっとお話しいただけますか。はい、あの先ほどこのウェストソノマコーストっていうのを6社のワイナリーが始めたっていうふうに申し上げましたけど、あの今日の2つのワインはそのフリーマンはその中の6社の1つなんですが、リトライさん、ペイ両方ともあのやっぱりこのファウンダーというかその最初の6社でこの地域を盛り上げていきましょうっていった方たちのワインなんですね。であのリトライのテッドレモンさんのワインっていうのはこう非常にこの控えめですけどエレガントなワインなんです。で、うん、あのこうとってもこういい感じにエイジングするんですね。で、あの10年ぐらい経って飲むとふわーっと広がってきて、それは美しいワインなんです。で、私たちがこのワインを始める前にこのリトライさんのワインを飲んで、あ、カリフォルニアでこんなに美味しいワインができるのかっていう感動を受けたワイナリーなんですね。で、ぜひご紹介したくて、それからあのもう一つペイさん、こちらはあのアナポリスというそのまでも北の方で53エーカーぐらいのご自分のとても広い畑を植えてらして、でやはりアジア人の女性のワインメーカーで、であとあの男性のご兄弟2人っていうのでなさってるワイナリーで、とってもやっぱりこの骨格がいいんですけれども美味しいワインを作られているところです。で、ぜひ皆さんと一緒に飲めたら嬉しいなという感じでご紹介しています。 So if we look at the map again, you can see far down in the、right-hand corner, there's、the Literai Vineyard, and notice it's not very far from Freeman Gloria, but, and it is also within Green Valley AVA.So it's in that very cold pocket, very far、west in Sonoma, within Green Valley, but outside、Sonoma Coast, West Sonoma Coast.、この地図をもう一回見ていただきたいんですけれども、ちょうどですね、右下の方にですね、リトライというふうに書いてある、あのブルーで書いてある、文字があると思うんですけれども、ちょうどですね、あのフリーマンの、グロリアビアノから近いところにあるんですね、グリーンバレー AVA の中に位置しておりまして、ちょうどウェストソノマコース AVA にはあのちょっと、ラインよりは離れてはいるんですけれども、そういった位置にあってとても冷たいですね、冷涼なエリアになっています。 Now Akiko, it is relatively close to where Gloria's vineyard is located, but in my mind it's a little more open than Gloria's. Would you agree? Could you just tell us about Pivot Vineyard and the conditions there?まあ、フリーマンの、グロリアビアードからすごく近いんですけれども、このピボットビアード、私があの、まあ、あの訪問させていただいたときに、感じたことは少しオープンなエリアだなというふうに思ったんですけれども、アキコさん、どのような違いがありますか？そうですね、こちらはグロリアも低いながら丘の上にあって、でリトライさんもその次の丘にあるっていう感じで、距離的にはそんなに離れて、車で5分ぐらいのところなんですけれども、こちらは山の上で30エーカーぐらい の広い土地でやってらっしゃるんですね。でこの日当たりはもしかするとリトライさんの方がちょっといいかもしれません。でこちら完全にビオデナミっていうバイオダイナミック の農業をしてらして、でその畑もあるんですが、畑とワイナリーの他にこのバイオダイナミックに使う
あのカーモミールのお花ですとか、いろんなものをこうそのご自分の土地の中で全部育てて供給してらっしゃるっていうところですね。この見学に行くととても面白いです。Yes. The soils at Freeman Glorious Vineyard and Litteri Pivot Vineyard are very similar. They're both what's called Gold Ridge, which is a very, very fine, sandy loam. And as you said, the Litteri has a little bit more sun exposure, whereas Gloria is slightly more protected because of the slope of the hill from sun.でまあ、このグロリアヴィンヤードとピボットヴィンヤード、まあ、近いということもありましてです、ね、土壌もとても似通っているということが言えます。ゴールドリッジ土壌というふうに言うんですけれども、とても細かいです、ね、砂質のローム層、アローム土壌、こちらが、まあ、あのメインとなっているんですけれども、ただ、まあ、先ほどエキコさんおっしゃったように、ピボットの方が少しです、ね、日照量が多くて、そして、まあ、グロリアの方が、まあ、斜面とかね、丘になっているということで、日陰も存在するということで合ってますかね。そうですね、はい。But the tasting the Litteri now, the wine, it's still very restrained and, and very, it has some of the savory element, but it's almost as if it has bigger shoulders. The Freeman wines have a lot of like finesse and tension and length. Litteri has length, but with just a tiny bit more muscle.でテイスティングしてみるとですね、この、 あのリトライの方のワインなんですけれども、とても、まあ、抑制の効いたですね、こうすごくあのそういったものを感じるんですけれども、ただですね、少しこうなんていうのかな、まあ、筋肉質というか少しボリューム感がちょっとだけあるような、感じが、しますね。そして、まあフリーマンの方はですね、とてもフィネスの効いた、とても、まあ、あの余韻も長くて、あの素晴らしいワインだなというふうに思うんですけれども、タイプがやっぱり違うなということを感じます。そうかもしれませんね。あのリトライさんの方がどちらかというと、割とこの早めに積んでらっしゃいますので、そういう意味では、あのこう寝かせて飲むタイプのワインですね。ただ、こちら寝かせると非常に美しく化けるワインだと思います。Yes, they age an incredibly long time. Very special wines. And then if we could look at the map again, we can see where Pei is located in a completely different section of the coastal mountains. But again, still that very far coast. There in the north near the very small town of Annapolis. まあ、ワイン自体はですね、たくさんあの長熟しそうですけれども、今度ですね、次なんですが、ペイの方なんですけれども、今度はですね、今までの場所とはまたかなり離れたところに位置しています。海からは近いように見えますけれども、このペイというのはアナポリスですね、北の方に位置すると、ちょっとね、この2つとはまた全然違った場所にありますね。And so, this area, you can see it's...Very, very far into the mountains, further north, but within the proposed West Sonoma Coast AVA, and in fact, not very far from the Mendocino border.このエリアはですね、とてももう山に囲まれているところで、とてもですね、まあ、もう本当に北の方に位置するんですね。もう本当にですね、もうメンドシーノのもうボーダーラインに近いところということになります。そうですね。あの特にこの山の標高も高いので、こちらはこの霧の線よりさらに上、割と日当たりのいいところですね。But again, very much surrounded by forest, as you described the Yuki vineyard. でも、ユキビニャードと同じようにですね、やっぱりこう森に囲まれているような感じですかね。そうですね、はい。And, and it is also very close to the fault line.And so has more varied soils similar to Yuki Vineyard as well. で、そしてですね、まあ土壌も、とても、まあ、ユーキビニャードと同じように、土壌の、まあ、種類も多いかと思います。そうですね、はい。あちらはあのペイさんはピノノワールだけじゃなくて、それこそ7、8種類違うブドウも植えてらして、それがみんなそれぞれ美味しくできるように、あのそれぐらいこの広い畑でいらっしゃるし、いろんな変わったものができて、とても面白いと思います。This wine, it again has the savory element, but is so incredibly bright.
as well. And it just has a very different character. There's almost a little bit of a floral, I feel like there's a floral element to the scallop shelf from Pei as well, which is really lovely.でまあ、この2つのものとまた全然違う味わいに感じるわけですけれども、とてもうまみがありまして、でもですね、とても、まあ、ブライト、明るい感じがするんですね。で、あのキャラクターの中にとてもフローラルな要素がたくさんあるのが、このスカルプ、シェルフビンヤードのものだと思います。そうですね、あのバラの花の香りなんかがして、とてもあの綺麗なワインですね。あのペイも随分いくつか違うピノノワールを作ってらして、で、これが一番この女性的なワインだと私は思ってます。他のワインはもうちょっとこう筋肉質でしっかりしたものが、mm-hmm. 多いんですが、あのこのスキャロプシェロフが私の、まあ、ペイさんの中では一番のお気に入りですね。とても綺麗なワインです。Yes, very beautiful. But what the five wines have in common for me is a sense of intensity without weight and very long finish, you know.An interest in structure, but still with incredible flavor presence in the mouth. でやっぱりこれらのワインなんですけれども、一番のポイントというのはですね、本当に凝縮感があるのに、それが重さによる凝縮感じゃないですね。とても軽やかなのに凝縮感がしっかりとある、骨格の取れた、筋線の取れたワインであるというのがすごく特徴的だなというふうに思います。うん、ありがとうございます。ね、こういうワインがあのソノマのこの海に本当に近いところで。作れるんですね。で、こういうワインを作りたくてみんなこの土地にいるんだと思います。Mm-hmm. Yes. And people have asked, for us to clarify the question about umami, mm-hmm. the idea of umami. In my mind, it's easier to find more savory umami characters in California Pinot grown very close to the coast. And as you go further inland, the wine becomesA little heavier and more about fruit. 私にとってうまみなんです。ちょっとあの質問があったんですけれども、このうまみなんですけれども、どちらかというとですね、カリフォルニアのピノノワールの中に感じるのは、より海に近いところのものが感じることがよくできるんですね。で内陸に行けば行くほどですね、割とこうすごくこう華やかなというよりもフルーツ感ですね、フルーツ感があって、ちょっとこう 重みというか重みがあるというか、そういったものに変わるのが特徴かと思うんですけれども。そうですね、私もその通りだと思います。Could we look at the map again as well? There's a question that's come up about the placement of Green Valley in Russian River versus in the proposed West Sonoma Coast. And you'll see there that Green Valley AVA is very close to the coastal mountains, but also it is very far south in the county of Sonoma.もう一回ちょっと地図を見ていただきたいんですけれども、このですね、グリーンバレーとロシアンリバーバレーというのが、まあ、あの内陸の方に少しあって、ウェストソノマコーストというのが海ですけれども、特にですね、またあのちょっとソノマの中でも南の方に位置するというのも、あるかと思うんですね。It is important to point out how far south it is, because just below the southern boundary of this map, there's an opening from the ocean, the Petaluma Gap.That allows incredibly cold maritime influence to come in inland into the county of Sonoma. And Green Valley is heavily influenced by this very cold ocean influence.でこの南の方に位置するというのもですね、とてもあのこう気候風土に影響、あのブドウに影響があります。なぜかと申しますとですね、ちょうどペタルマギャップと呼ばれる冷たい空気の通り道というのがですね、内陸に向かって入っていくんですけれども、これがですね、とてもあのこのグリーンバレーの FA に影響を及ぼしているんですね。The rest of Russian River is further north, and so a little bit more protected, and in comparison is warmer.And so in this way, Green Valley AVA has temperatures that are more comparable to the coastal mountains that would be part of West Sonoma Coast AVA.でグリーンバレーというのは、まあ、もちろんロシアンリバーバレーの中に入ってはいるもののですね、ソノマコースト、ウェストソノマコースト AVA に、まあ、より近いし、そしてですね、とてもあのその冷たい海のと冷たい風の通り道があるということにで言うと、そのよりウェストソノマコースト AVA のキャラクターに近い。ということが言えると思うんです。
And so in the long run, the goal again is to bring Green Valley AVA into West Sonoma Coast AVA once West Sonoma Coast is approved.なので、先ほども申しましたけれども、まあ、あのグリーンバレー AVA というのは、まあ、あのウェストソノマコースト AVA が一度許可が下りてから、まあ、ぜひですね、こちらにこうグリーンバレー AVA も一緒に、まあ、あのこう許可線をこう増やしたいというか、それであってますかね。そうですね、あのぜひそうしたいというふうに思っています。So, can we, I'm interested now to hear from you, Akiko. Some of the participants are asking on your、mm-hmm. views of the role that the soil has in, obviously, in making choices about what to plant, and、mm-hmm. then also in how, what kinds of farming choices you need to make in order to create elegant Pinot.まああの皆さんからのご質問もいくつか出ているようなんですけれども、その土壌についてとこと、あとはですね、それぞれのまあ土壌、それかその場所に合った、まあ、あのこう栽培方法ですね、栽培についてちょっとこう詳しく教えていただければと思います。はい、まあ栽培方法というか、この一つの畑の中にいろいろこう違う土が混じっているっていうのは、このなかなか同じようにこの栽培していくっていうのは難しいんですね。で、私たちはそのためにこういくつか違うこのルートストックっていうんですか、あのを使ってまして、で、その砂地であんまりこう水がなくても大丈夫なこの根っこですね、だったり、それからあのこの粘土質で水があっても大丈夫なところだ根っこだったりっていう、そういうこのルートストックっていうものが随分いろんな種類があるので、それをこう混ぜて植えることで、あのそういういろんな複雑な問題を解消していくのの第一歩としています。 Yes. Now, and so at your, can you tell us, I know you primarily farm Pinot, but Yuki also has another variety. Could you tell us about the work you're doing there?ピノノワールが主体というのは分かっているんですけれども、有機ビニヤードでは他のものも植えられているんですか？はい、有機の畑の中に一箇所こうちょっとこうシャルドネを植えているんですね。で、あの非常に寒いので、この糖度があんまり上がってこない場所なんですけれども、それを使って何かできないかということで、これからちょっとまあスパークリング、yes. ができるかどうかやってみようかなというふうに考えて、でちょっとこのその去年ですね、あの早摘みしたブドウを仕込むところまでしてます。でそれを今年ボトリングして、でそれからまたこのスパークリングするようにこのしていこうかなと思うんですが、全部この自分たちでやろうと思ってますので、こちらアメリカでスパークリングっていうと、結構スパークリングを作る専門の会社にブドウを渡してお願いして作っていただくっていうのが多いんですが、うちはこの全部自分でやってみようと思ってるので、うまくいくかどうかまだわからないんですが、あのちょっと楽しんでそういうプロジェクトをやってます。 And I would like to make sure everyoneAttending the webinar knows that you are among the very first ever to hear that Akiko is getting started making sparkling wine as well. このウェブナーに参加してくださった、皆様はこれが初めて、聞く、承認になってくださると思うんですけれども、アキコさんが初めて、スパークリングワインを、ね、作られるということを今聞きましたので。はい、まだあの公式には発表してなかったんですけれども。yes. So it's a great secret, but we'll tell all of you. まあ、あの、内緒でありますけれども、皆さんにお伝えしましたよ。一層頑張らないとですね。Yes, thank you. Akiko, thank you so much for making time to be with all of us today. Again, it is such an honor to have this time to do a special webinar for Japan. And I would like to thank everyone for including me in this. I'm very grateful to be here with all of you now.
あきこさん、今日本当にお忙しいところありがとうございました。このようなスペシャルなセミナーをですね、日本に向けてさせていただいたこと、そして私もですね、ナビゲーションさせていただいて本当に嬉しく思っております。ありがとうございました。私の方こそ本当に光栄でございます。ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。Thank you. Kana, thank you so much for all of your effort to translate me into Japanese as well. No problem. Thank you so much for including me too, my honor. Thank you. Thank you.イレイン・アキコさん、そしてカナさん、ありがとうございました。そして本日は日本全国をはじめ、海外からも多くの皆様にご視聴いただき、誠にありがとうございました。当ウェビナーは後日、カリフォルニアワイン協会本部の YouTube でもご視聴いただくことができます。本日からゴールデンウィークが始まりました。ぜひ、カリフォルニアワインが買えるオンラインショップ紹介ページ、おうちで楽しむカリフォルニアワイン、をご利用ください。 Stay safe and enjoy California wine. 皆様ありがとうございました。 Okay, thank you. ありがとうございました。 Thank you. ありがとうございました。 Thank you, Elaine. And thank you, Akiko-san.